おはようございます。よく眠れた？風車と熟女ね。車にあるけど、まあでも動画でいいんじゃない？ブラックバスで。何これ？こんな立派なハスの花って。綺麗だね。たくさん初めて見た。我独自面对，曾其实那有神来找我。如今已离去，いろんな種類のハスがあるんだね。默默流泪，微笑承担着伤痛。我告诉自己，要再多一些，再多多给你。今天开始想你，想对你眼泪，你给我的伤悲。写整个城市，我为你这首歌写属于旅行。感谢有风的爱，今天我在哭泣，你不要伤心，因为我已心痛，你不必理由。ハスと風車、よかったね。朝の散歩としては最高な感じだった、うん、ハスはパドマだもんね。あ、そうそうそう、いろんな種類のハスの花の名前があるんだけど、花の全てのことをまとめてパドマっていうの。そう、ね、サロンの、キミコさんのサロンの名前だもんね。そうなんです。で、7時過ぎましたので、これからファミレスでお仕事したいと思います。場所は昨日と同じ、昨日、一昨日と同じデニーズ、まあ、この辺の茨城県も7時台になったらだいぶ渋滞してきましたので、通勤時間は私たちはモーニングを食べてお仕事という感じになります。今日はドア開くかな、ちゃんと押すんじゃなくて引くんだよ。昨日押して開かない開かないって言ったもんね。引くんだよ。あ、涼しい。うん。しご飯に醤油をかけて味噌汁。4日目の動画チェック中、見ながら食べてます。あなたも自分の顔をチェック中。ただいま10時半、仕事をみっちりデニーズで行いまして、何かお隣に卵専門店があるということで、キミコさん気になってます。卵専門店、シュークリーム、ロールケーキ、なんか女子っぽいね。ちゃんとじゃダジャレになったね。たまらんって書いてある。シンプルに卵クリーム、このチョコレートナッツ、はい、
マランは。たまランはどうでした？ランはお花のラン。うまく理解できませんでした。理解できません。誰に聞いてる？AI キャット。美味しかった。うん、あのね、プリン美味しかったよ。うん、美味しかった。プリンは美味しかった。はい、ちょっとテンション上がりました。プリンを食べて。そうこう話してる間に、はい、スーパーマーケット。目的地は左側です。到着。張り替え。お疲れ様でした。ここで少し買い出しをして。先に買い出しして。ちょっと待って、ここの。今日の。張り替えなんて聞いたことない。昨日油っぽいの食べたもんね。どうかな。うん。お稲荷さん。お稲荷さん。お稲荷さん。いつも食べんの？一つで。一個ずつ？そんなに食べる？氷たこのぐらい大丈夫。はい。入れ替える？たっぱに。再び霞ヶ浦戻ってきましたが、今度は反対側ランチ場所に行きたいと思います。ハスの花がだいぶ咲いて。ちょっと待ってこれ一面すごい。もうあっちまでじゃん。向こうは何これ？歩いていくにはなかなか行けない距離まで。見渡す限りハスの花。うわ、でもこんなか足突っ込んだらどうなるの？あ、ね、神社だ。ちなみに神社の駐車場をお借りしましょう。参拝して。さあ、まずは乾杯しよっか、はい、あなたは普通のビール。いただきます。ノンアル。冷たいかな。はい。ね、糖質 75% オフ。痩せるね。乾杯。湯水。ミネラルウォーターで。何流水うどん。完成。ワイルドすぎるよ。とりあえずこれ食べて、うん、ちょっと食べてみて。うん、美味しいと思うよ。だって冷たくて美味しい。もうこれできっと美味しいやん。これ普通。うん、うん、ランチとお昼で終わりまして、移動してます。美味しかった。いっぱい寝た。ちょっとね、一瞬お日の出はちょっと寝るぐらいがちょうどいい。で、これからまだ時間ありますので、キミコおすすめカフェでも行こうかなと向かってます。続いて目的地は右側です。お？ほら。ほら森じゃん。森、唯一。森だ。都会の中の。都会の森だ。目的地は右側です。お疲れ様。綺麗ね。
見つけたじゃん。一番端にさ、カフェで2時間ほど時間を潰しまして、今ひたちなか市の藤崎稲荷神社仮社向かっております。今日は明日演奏しますけども、例大祭の前日、宵の宮祭ということで参加したいと思います。3分前です。藤崎稲荷神社の仮社、宵の宮祭り終わりました。ちょっとドタバタしてて撮影を忘れてしまいましたけども、今これからご飯を食べたいと思います。ちょっともう時間もあれなので、スシローでもパッパと食べたいと思います。ガリね、ガリ大好きなスシローのガリを食べたいと思います。近くにありました。時間帯的には混んでるかな。久しぶりだね、スシロー。でもそんなじゃないか。はい、スシローでお持ち帰りロッカーがある。お稲荷さん参拝してきましたので、稲荷寿司食べたいと思います。はい、こんな感じで美味しいですか。いっぱい食べる？食べます。ひたちなか温泉キラリ別邸、急に現れたね。キラリ別邸、大きい、綺麗、大きいね。キラリの湯どうだった？感想を。人いっぱいだった。芋を洗うようになったでしょ。そうそう、なんか外も行こうと思ったけどもやめて、なんか、なんだろう、炭酸
らももうベッド仕様にしてあるから広々でしょ、ね、ゆったり広々、セミダブルサイズの広さになってるからね。セミダブル、そうセミダブルサイズよ。ということでこれから寝る場所に移動します。目的地は右側です。流れ流れたどり着いた水戸駅。水戸駅、女子、女子あるか。こんなところに目的地は右側です。お疲れ様でした。1泊300円、ここだ。夜間最大300円。安い。よいしょ。ということで、水戸駅の皆様、おやすみなさい。